皆さん、こんにちは。レックの土地科学調査士の専任講師、池永です。今日はですね、えー、令和2年の土地科学調査士本試験第21問の重要な部分についての計算、こちらの方を関数連択の複素数計算モードで解く様子を皆さんにお見せします。はい、令和2年第21問ですね。 はい、まず最初に、土地格調査士の座標形における B 点の座標値、こちらの方を平行移動の座標変換の手法を用いて解いてみましょう。ここは絶対にミスが許されないところですからね、必ず、検算などもしていくようにしましょうね。はい、今、座標差を計算して、そして土地格調査士の座標形における B の座標値を計算します。 で今、ですね、検算をしてるんですね。検算も終わりまして、B の座標値が求まりました、はい、次ですね、えー、D と E と F の座標値を関数電卓のメモリに記憶させておきましょう、はい、この問題は、高区画の面積が156.53平方メートルになるようにと指定されていますでそのためにまず、ですね四角形 BCDE の部分の面積を座標法で計算しています。 はいえー、そして、えー、BEGH の面積をです、ねえー、計算して、えー、抽出してメモリに記憶させておきます。でこの四角形 BEGH というのはどんな四角形になるのかなということで、各 ABE とか各 BEF を調べてみますと、なんと90度である、つまり四角形 BEGH は長方形だということがわかります。 長方形の面積の性質を利用して BH や EG の距離を計算して求めることができます、はい。その距離を使って、あとは H 点や G 点の座標値を計算して求めるだけです。で関数電卓の機能をフルに活用して、自動的に波数処理してメモリーに座標値を記憶させておくと便利ですね。 今座標値、G 点の座標値も求めて波数処理してメモリに記憶させたところです。はい、そして高区画の実測面積が設問の指定通りになっ,てるかな,なっているかどうかを今確認しております。はい、どうやら問題なさそうです。はい、というわけで、えー G と H の座標値を確認したら、あとは変調計算ですねえ。関数電卓の設定をちょっといじってやることによって、変調計算は座標値の引き算をするだけで、波数処理した変調がどんどん求まってきます。はい、今、どんどん変調を求めている様子が画面に映っているかと思います。はい、もう変調計算終わりましたね。 はい、関数電卓の設定を元に戻して以上で計算終了でございます。はい、複素数計算モードの電卓操作法を詳しく知りたい方は REC の計算特訓講座を受講してください。